皆さんこんにちは。今日はですね、ここ最近相場がね大きく下げてますけれども、まあ、相場のですねちょっと見方についてね解説をしていきたいと思います。ニューヨークですね、4月26日一度天井つけてからですね、多少陽線陰線とかね乱高下しながら、日本がまあゴールデンウィーク中にですね株価大きく崩れてるわけですね。でなおかつ5月6日の木曜日の夜にはですね、一度約1000ドル近くね株価を下げると、998ドルマイナスからね、まあ、最終的には300〜450ドル安までね若干戻してはいますけれども、まあ、誤発注がねどっかの証券会社が株数の単位を間違えてね誤発注したのが一つのきっかけとかねニュースは出てますけれども、まあ、それをきっかけにしてですね、当然まあ個人投資家が逆差しでですね、例えば1万500ドルを切ったらね一回これを逃げるとか、1万300を切ったら逃げるとかね、1万ドル切ったらねとりあえずロスカットとかね、まあ、そういった逆差し値的なね、投げ売りを巻き込みながら、まあ、下がっていって、そこからまあ約600ドルぐらいがあって戻していってるわけですね。で普通まあこれだけ短期間で下がればですね、金曜日の夜、ニューヨークの金曜日の夜ですね、雇用統計の数字は決して悪い数字ではなかったわけですね。まあ、交換したような、ね、感じのいい数字が出てますので、まあ、もうちょっと上がっても、ね、良かったと思うんですが、残念ながらマイナス139ドル安と、ねなってしまっています。これだけ見るとちょっとまあ弱いかなと思いますね。まあ、誤発注ということで、ね、一回こう下ひげが長くて、ね、買い戻されたら普通まあ50ドルとかですね100ドルぐらいプラスで、ね、戻ってもおかしくないと思うんですけれども、ちょっとマイナスになったのでね、ちょっと弱いかなという感じはね、あります。ただまあ今回はね、ギリシャのね、破綻が来るんではないかとかね、そういったものから大きく下げてますけれども、ギリシャ問題というのは別に1週間前にね突然降って湧いたものではないわけですね。もう今年の初め、まあ、実際は去年の秋ぐらいからですねずっとギリシャの問題は言われてあったわけです。で3月とか4月になってもですね、ギリシャの財政問題が出てきては一度こう下げたけれどもね、不安がね、とりあえず後退したとかね、そういったまあ都合のいいところだけ捉えてねこう上がったり下がったりしてたやつが、まあ、最終的にまあそれが持ちこたえられなくなってきたわけですね。で最終的に相場を大きく動かす影響を与える大口さんがですね、そのニュースをどう利用するかだけです。とりあえず悪材料に目をつぶってね、好材料だけに反応してあげていったやつが、まあ、多少ちょっと無理やり上げすぎた分もあると思いますね。ほとんど休みなくねずーっと上げてきてるわけですからね。で休みなくちょっと上げすぎた分の反動がね大きく出てるというふうにね、見られていいんではないかなと思います。ではギリシャ問題をきっかけにね売り方さんがねどう利用したかだけです。で目先はちょっとねかなり下げすぎですので、もうちょっとリバウンドがあってもいいかなとはね、思いますけども、ちょっと金曜日がねまたマイナス139と下げたんで、ちょっと予想以上に弱いかなという感じはしますね。じゃあこのギリシャ問題ですね、まあ、評論家とかがねいろいろ言ってますけども、実際根は深いものがあります。ギリシャをね目先 IMF とか EU を絡めてですね融資をしたとしても、まあ、その借金を返せるかという問題が、ね、ありますので、なかなか現実的なその借金を返すのは、ね、今のギリシャの状態では難しいのではないかと思います。ただ目先はですね、とりあえずヨーロッパと米国、日本とですね、主要3つが協調して、まあ介入みたいな形ですね支援をするよというふうに、ね持っていって目先は落ち着くのではないかなと思われます。じゃあギリシャについてですね、もうちょっとちょっと詳しくいきたいと思いますけども、まあ、レバレッジ取引ですね、ギリシャ国債を絡んだレバレッジ取引がですね、今後大きな損失がね拡大するのではないかというニュースもありますけれども、じゃあレバレッジ取引ですね、実際ヘッジファンドはどういうふうにやってるのかっていうのをねちょっとまあ分かりやすい説明でねやっていきます。実際はねちょっと違いますけれども、まあ、個人投資家にね当てはめたということでね、捉えてください。まず個人投資家が現物株ね100万円の価格のね現物を持っていたとします。でこの現物の100万円の株を担保にすればですね信用取引ができるわけですね。信用取引はまあ個人だと大体3倍までできますね。100万を担保にしていけば、300万円のね、追加で株を買ったりもしくは空売りすることができるわけです。例えば300万の株をね買ったとします。元では100万の現物ですね。
この100万の現物を担保にして300万円の株を信用で買うわけですね。でこの300万円の信用で買った株を担保にして先物取引をね、やると思ってください。でそうするとこの300万の担保に対して10倍ですね、証券会社がお金を貸してくれます。そうすると先物で3000万円分のですね、先物を買うことができるわけですね。でこの3000万の先物を担保にして今度は為替 FX をやります。でそうすると FX についてはさらに10倍ですね、証券会社が貸してくれるわけですので3億の為替の取引ができるわけですね。ただ元は100万しかないわけです。100万円を元にして信用取引、先物、FX というふうにですね、どん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 こう取引を拡大していくわけですね。で実質2億ですね、2億9900万円というのは借金になるわけです。で世界をね、股にかけてやってるヘッジファンドというのは、まあ、この中にギリシャ国債がね、入ってると思ってください。国債取引ですね。ギリシャ国債をもう買ってるわけです。そうすると、ギリシャはね、最悪の場合ね、破綻するんじゃないかと、国家破綻するんじゃないかというふうなですね、不安がどん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 出てくると、このギリシャがこの中に入ってるとすればですね、国債が入ってるとすれば、もし万が一100万円飛んでいけばですね、100万円分の評価損とかが出てしまえば、この3億の取引も全部吹っ飛んでしまうわけです。で、おそらくですね、これはまあ個人的な予想ですけれども、ニューヨークがこういうふうにどん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 下がっていくということは、最悪ギリシャが破綻した場合ですね、国債がもう価値がなくなってしまいますね、大暴落してしまいます。そうすると、このレバレッジをかけてね、いろんな取引をしているわけですね。それが全部吹っ飛んでしまうようになるわけですから、その最悪のリスクを恐れているヘッジファンドとかが、まあ、投げ売りをしてですね、ポジションを縮小してきてるんではないかなと思われます。まあ、それが投げが投げを呼ぶ展開でね、誤発注のがね、一つのきっかけになったかもしれませんけれども、そこからロスカットがどん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 ね、来てるんではないかなと思います。で通常であれば、まあ、大体1週間ぐらい経てばですね、これは1回落ち着きます。もう投げ売らなければいけないヘッジファンドというのはね、さっさと投げてしまうわけですから、だからまあ金曜日の夜もね、まだその絵が残ってるのかなと思われますね。木曜日にね、全部処分しきらなかったね、ヘッジファンドが一部金曜日もね、処分して、まあ、それで軟調になった可能性が高いのかなというふうにはね、個人的に思っております。で大体1週間ですね、まあ、あと残り1週間ですね、SQ がありますので、まあ、そのぐらいまでにはある程度ね、投げ売りみたいなやつは落ち着くんではないかなと思われますね。で普通だったらこれだけ下げればね、多少反発するふうに見ますので、もし月曜日の夜もですね、ニューヨークが200ドル安とかですね、なってくるようになってくるとはもうちょっと値幅調整ででかいやつが来ますかねという可能性が高くなってきますね。ただ月曜日の夜ちゃんとニューヨークがね、反発して1万500ドルとかね、乗せてくるようであれば、まあ、目先の大きな投げ売りはね、終わった可能性が高いんではなかろうかというふうに、見たらいいんではないかなと思っております。